やそうでしょ、ね、週末の、うん、誕生日にあたり、皆さんから寄せられたお祝いの気持ちを誠に嬉しく思います。今年も豪雨などの災害があり、危険や苦労を味わった人々のあることに心を痛めています。昨日は冬至でした。これからわずかながら日が長くなっていきます。来たる年が皆さんにとって良い明るい